今日は質問とかでもよくもらう通ってる美容サロンみたいなのをまとめたので紹介したいと思います。まず一つ目のサロンはピラティスです。サロンっていうかなんかレッスンのところに通ってんねんけど、表参道にあるリースタジオ東京っていうピラティスのスタジオに自分は通ってます。ピラティスってマジで地味に見えるやん。でも意外とくんねん。意外と筋肉着るなって感じやねんけど、自分的にピラティスはストレッチと筋トレの間ぐらいの感じやから、筋トレほどうわキッズマジで心折れそうにはならへんし、腹筋とかなんか筋肉ついて嬉しいとか姿勢が整ってきて嬉しいっていうので通ったりはしてんねんけど、まあ普通に体が伸びたり使わない場所をこう伸ばしたりするか気持ちいいっていうので無理せずなんか通い続けれるなって感じ。見てるとなめちゃめちゃ簡単そうに見えんねんけど、意外とうわーきつーみたいな筋トレもあるけど、そんななんか心折れそうなほどではないから全然おすすめ。自分はなんか最初姿勢が悪いのか呼吸が浅いのかわからんねんけど、あばらの骨がめっちゃ出てて、もうジーパン履いたらジーパンの上にあばらが乗るぐらいあばらの骨がめちゃめちゃ出てて、それがすごい悩みやってんけど、痩せてるからどうとかじゃなくてほんまにあばらの骨が開いてたみたいな感じで、ピラティス通い始めてからあばらが綺麗な元の位置にどんどん戻ってきたから、あばらの開いてる感じも全然気にならなくなってきたから、すごい姿勢とかもう綺麗に整ってきてるなと思って、立ち方とかも、まあ、まだちょっと癖は全然あんねんけどマシになってきた気がする。猫背もちょっとマシになったかなって感じで、まあ自分はジムもいいなって思うし、人それぞれ合う合わんもあると思うねんけど、二の腕の内側の筋肉に力を入れてこれを持ち上げてくださいって言われても、二の腕の内側の筋肉がそもそもないからどうやって力を入れていいか分からへんくて、結局外側の筋肉使ってちょっとゴリッとなっちゃうみたいなパターンが多かったから、筋トレをするのはすごい難しかったんけど、ピラティスは力づくで何かを持ち上げるとかそういうのはないねんけど、筋肉がちゃんと鍛えられるからめちゃめちゃいいです。ちょっと目標ができて、夏までに腹筋をつけたいねんけど、ルセラフィム見てちょっと腹筋つけたいなと思って、あのインストラクターの先生に相談したら、今はちょっと横筋みたいなのがあんねんけど、筋肉ちょっと入ってんねんけど、ピラティスやとなんかまあその割れるっていうのには限界があるから、ちょっとメニューを考えましょうみたいな感じで、こうやりたいこと言ったらいろいろ考えてくれるから、そういうのも聞いてもらって、いろいろメニューはお任せで組んでもらってやってもらってます。まあ行けてほんま週2とか行けたらいいんやろうなって感じやねんけど、週1とかで通ってる感じです。運動嫌いな人もやってみてほしいです。お腹から見ていて、顔もダウン一直線、吸い顔からアップ、吐いてダウン、さっくり潰し続けてダウン。肌の施術をしたいからクリニックに来ました。クリニックはだいたい月1回ぐらいで、なんかその時のあれに合わせた肌のやつとか、まあたまに肌の脱毛とかしてる感じ。今は調子いいねんけど、肌がトラブル起きやすかったりするから、なんかちょっと肌に合わせてなんか敷いてもらおうかなって感じです。イオン導入ってどんな感じですか？ダウンタイムとかあるっけ？いや、もうないと思ってもらって大丈夫で、化粧水とかって、まあ、正直表面の、はい、まあ、本当に浅い層しか入んないけど、はい、もうちょっと深い層まで入れていくってイメージなんですね。保湿系としてはやっぱ優れてるよって感じ。ベルベットさっき言ったよね、赤くなっちゃうって言ったじゃないですか。はい、だからまあそれよりもうちょっとまあマイルドにやりたかったら、まあピーリング、薬剤を使って、表面の本当の浅いところを磨くようなイメージっていうのが分かりやすいと思うんですね。まあ、それがピーリングだから、はい、まあ、これもそんなにそういったダウンタイムはほぼないかなって感じ。じゃあまあまあピーリングを入れるか入れないかプラス、はい、あとはまあイオン導入ぐらいで全然いいんじゃないのかなっていうレベルだと思うんで、はい、ピーリングをやってもらってんけど、なんか透明な薬剤みたいなの塗ってもらって拭き取るみたいな感じの施術やってんけど、拭き取ってもらった後にちょっと痛くはないけど、なんか痒い、ちょっとピリついた痒いみたいな感じはあるけど、全然我慢できる、騒ぐほどの痛さじゃないって感じで、それでも結構トーンアップしたからめちゃめちゃ良かったと思う。なんか自分はピーリングはダウンタイムもないから結構定期的にクリニックで受けてる施術、基本的に受けるのはひげ濃いから顔の脱もたまにやるのと、マスクとかしだしてほっぺたの毛穴の開きがちょっと気になってきたから、ダーマペン、ベルベットスキンみたいなのをたまにやったり、まあ、基本的にはこういうダウンタイムのないピーリングとイオン導入みたいなのをすることが
多いかな。ピーリングはな、なんか人それぞれやとは思うんやけど、ダウンタイムほぼなしで結構つるっと顔がトーンアップするから自分的にはおすすめです。でこれがイオン導入、これもジェルみたいな薬剤みたいな塗られてめっちゃ弱い電気が流れてる、めっちゃ冷たい機械をこうスリ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 顔にされんねんけど、これも痛みはなくてマジでめっちゃ冷たいし、めっちゃ冷たかった、めっちゃ、マジでめっちゃ冷たかった。でもなんかこれ毎日やってもいいぐらいいいやつらしくて、なんか最初カウンセリングの時に先生も言っててんけど、なんか浸透力を上げるみたいな感じやから、割とどの施術と組み合わせても万能なやつみたいな感じらしい。自分はエステの顔のケアと美容クリニックをちょっと合わせていってる感じ。今月はちょっと調子悪すぎるから美容クリニック行こうかなとか、なんか割と肌の調子いいからクリニック行くほどじゃないからエステ系の顔のやつ行こうかなとか、そういうので分けてる感じで、まあ行ったら行ったでもう肌の調子はそのプロの方に見てもらってメニューを選んでもらうみたいな感じで、今回行ってるクリニックが渋谷の駅から3分ぐらいのところにある湘南美容クリニックの渋谷院に来ました。ここのクリニックが男の人の脱毛もやってるから男の人のお客さんとかも結構おった。女性の先生もおるからいろいろ聞きやすくていいなって思いました。あ、婦人科形成とかもやってんねんて。へえ、めっちゃ冷たいです終わりました。ちょっとだけ赤いかなって感じやけど、逆に全体的に透明感出たかなって感じやから、ダウンタイムなくていけそうだから。でも自分は普段あんまり詳しくないんで、なんかクリニックで先生に肌の状態見てもらってその時にやるって感じなんですけど、今日やったやつは初めてやった。痛み苦手な人とかもいけると思うんでいいと思います。今日はピーリングとエレクトロポレーションやってもらいました。恵比寿にあるビュースタです。ふくらはぎめっちゃむくんでる、自分が18の頃から通ってる恵比寿にあるエステのビューティースタイリングですテイもサグワ君も紹介して、お母さんも良すぎて連れてきた気持ちいいエステっていうよりかはもうほんまにすっきりするから定期的に来てます。気持ちいいです。気持ちいい、体が良かったら気持ちいい。自分足がない、ふくらはぎめっちゃむくんですよね。でも最初来た時と比べたらめっちゃ体変わりましたよね。全然変わった。なんか流してもらったらもう良くなるみたいな感じの体になったから、ちょっと悪くなってもすぐ元にいい状態覚えちゃってるから、うん、ほんまにすっきりするって感じやから治療感覚って感じ。なんか痩せたいにもつながるかもやけど、なんか体が辛い人とかもめちゃめちゃおすすめ、ね。で機械でやってもらった後にハンドでやってもらいます。機械だけでも結構すっきりするけど、やっぱ手でやってもらうの全然違うし、くびれができるんですよね。ここ切ってるかな、ありがとう。ここ誕生日おめでとうございます。次は小鼻の配布とバストアップと、今日初めて肩の配布やってもらいます。 KJ サロンさんに来ました。初めて肩配布してる。後ろとかもやってもらったら結構変わるらしい。ここに配布してあげることによって、はいはいはい、こうデコルテライン出たりとか、うん、こう全然こう顔と肩ダブルでするともうさらにスタイルアップするっていうのと、うん、と後ろしてあげることによって肩こり改善とかになるので、うん、めっちゃいいと思います。あとバストアップはちょっと誰も嬉しくないと思うので別に載せないんですけどバストアップしてるところは今日3回目やねんけど、バストアップはマジで1回目で結構変わってだからおすすめかも。なんか痛くない、なんか脱毛みたいな配布みたいな機械をピッピッて当てられるだけやねんけど、めっちゃ変わるからおすすめです。さっき顔の配布小顔やってもらって、今小鼻やってもらってます小鼻配布できるとこ本当に全然ないですよね。ないです。東京にもほとんどないかと思う全然なくて、インスタで見つけてホットペッパーで予約して来てからずっと通ってます。終わって帰ります。フェイスラインすっきりきた気する。小鼻も結構変わった。で一番すごいのがバストやねんな。バストマジで自分左右差やばくて、なんか左はまあ普通に実はあるんですけど、普
ですよね、人並みに。で、それでやってもらったら、一発目やってもらったら、まあ、右も良くなってんけど、左がめっちゃ張りが出て、で、2回目も結構良くて、今回は左がもう良かったから、ちっこい方に集中的に打ってもらいました。めっちゃおすすめ。セイサ悩んでる人結構おると思うんだけど、自分やばいねんけど、セイサ。めっちゃおすすめです。ということで、帰ったら佐川くんがご飯を作ってくれるみたいなので、帰りたいと思います。てか今日の服装可愛いねんな。このニットボービーゴーのやつ。フェジュエティのジャケット。カーテン買いました。今日はお昼過ぎから撮影なんですけど、その前に島で大ちゃんにちょっとカラーするほどじゃないから、カラーシャンプー、カラートリートメントかなんかとトリートメントしてもらいに来ました。髪の毛を島の大ちゃんに染めてもらってます。ほんまカラートリートメントみたいなカラーシャンプー系にしようかなって思ったけど、染めた方が綺麗だよって言ってくれたんで染めてくれてます。はい、またピンクちょっと入れてる。大ちゃんに髪の毛染めてもらいました。いい感じのピンクにしてもらいました。ありがとう。ライブ1時間で全部やってもらいました。前髪も切ってもらった。前髪切ってトリートメントしてカラーもして。ありがとうございます。めっちゃいい感じ。あ、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。自然光当たったら。カドモリで鳥と整体してもらってます。私この血管無理なんですよね。これ、うん、無理って見るのがいいってこと？うん、こんな感じで自分は首と肩の声がやばいから、基本的に2週間に1回首と肩の整体ほぐしてもらってから針をやってもらってます。このちょっとほぐしてもらったりしてるのは整体です。でやっぱ2週間以上空けるとパソコンしたり姿勢悪かったりするからほんまに辛くなるから、2週間に1回行くのがいいかなと思った。エステとか針ちゃんと行ってる方がピラティスとかでも体動かしやすい気がした。でこんな感じでその時の状態に合わせて針とか打ってもらったりしてる。背中と首と肩にも打ってもらっててんけど取られへんかったからこっち向きのやつだけ。なんていう、針はなあんまり痛くないんやけど、凝ったりしてるところはズーンみたいな鈍痛があるけど、基本的にそんななんか大暴れする痛さじゃないって感じ。自分便秘やばいからお腹ひどい時はお腹に針させてもらって腸もみとかもしてもらったりするけど、基本的に首肩がやばいから首肩をメインでやってもらって、撮影があるなって時は顔もやってもらったりしてます。こんな感じでなんかたまにインスタとかでは通ってるサロンとか載せたりすんねんけど、まとめた動画撮りたいなと思ったけど撮ったことなかったからちょっと撮ってみようと思って。めちゃめちゃバームクーヘン、あ、まつげパーマ、まつげパーマがなんかその撮影したもうちょっと前に行っちゃったから動画撮られへんかってんけど、まつげパーマちょっと落ちてきちゃってるけどこんな感じです。結構上がってるよな、こんな感じ。渋谷にある個人サロンインスタ載せときます。それはいろんなサロンとか行ったりはすんねんけど、基本的に行ってるのはこんな感じかなみたいな感じでした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイは服。ありがとうございます。お前、カメラ終わった瞬間、どっか行くな。